京チャンネルです。皆さんゴルフやってますか？実は今日ここに新しいウェッジが届きましたので、この後紹介していきたいと思います。僕は今2本、ウェッジを使っています。1本目はアイアンセットの流れで使っているこちらのウェッジ、ミズノの JPX-E3 というアイアンセットを使っていますが、そちらについていた52度の、アプローチウェッジです。同じく、56度、もついていましたが、今はそれを使っておりません。代わりにですね、こちら14の、TK40 こちらを使っています。こちらは57度、こちらを使ってからですね、グリーン周りはほとんどこの1本でやっています。これを使い始めてからですね、とてもグリーン周り、成功率が高まりました。もう今はこちらにもう頼りきりであります。それにもかかわらず、1本追加でウェッジを購入した、その訳をこの後話していきたいと思います。実はこちら新品ではありますが、新製品ではありません。2020年のモデルです。ではまず開封していきたいと思います。箱は大きいですが、ウェッジ1本なので軽いです。よいしょ、切れ目を入れて、中から出します。まさか違う製品が届いてるなんてことはないと思いますが、出てまいりました。このビニール、出すときがとてもワクワクします。よいしょ、はい、出ました。こちらです。クリーブランドの、スマートソール4、それのタイプ S です。もうこれを買った理由が、形状を見せる前にもうここにはっきりシールで書いてあると、ネタバレになってしまいました。見えるでしょうか。バンカーから一発脱出、全くこれのために買ったんです。ちょっと、このソールの幅があまりにも広くて、正直言って僕こういうのはちょっと苦手なんですが、最近のバンカーの自分の、下手くそ加減にちょっと困りというか呆れ果てですね。今回これに初めてトライしてみることにしました。出ました。いやー、ものすごいソール、ものすごいソール幅。このスマートソールは S だけじゃなくて、他にも、C とか G とか、あるはずです。僕はバンカー脱出のために買っているんで S にしました。このキャビティっていうんでしょうか、裏側のこのスペースもすごいです。とにかくこのウェッジでなんとかバンカーから一発で、狙ったところに脱出できるようになりたい、その思いを込めて購入しました。すっかりもうネタバレしてしまいましたが、なぜこの新しいクリーブランドのウェッジ、スマートソール4、それの S タイプ、こちらを買ったかといえば、もう先ほどの通りバンカーを簡単に脱出かつできればなるべく寄せたいと、それだけであります。実は先ほどの TK40 こちらとの関係も、あるんです。実はこの TK40 ですね、ご存知の方も多いと思うんですが、14でですね、ネット上だけで販売している、ウェッジです。しかもそれも月1回しか、申し込みができなくてですね、非常に、数が限定生産で限られているものです。で、こちらがこんなに大人気な理由っていうのは、
ここのタンクソールという作りにありまして、絶対にダフらない、芝の薄いところからでもダフらない、ウェッジということで大評判になってます。僕も使い始めて、間もなく1年になると思うんですが、本当にダフらない、打ち込んでもダフらない、もうダフりが怖くないのでバシッと、打ち込めるようになりました。ところがその反動といっては何なんですけれども、こちらダフらないウェッジですので、バンカーでどういうことが起きるかっていうとですね、砂に潜ってくれないんですよね。そのためにもうトップすることが多くなる。バンカー上でトップするとなれば当然ホームランです。あるいは距離が思った以上に出てしまうことが多くなった。バンカーからは脱出することはできるんです。ほぼ、脱出できます。ただ潜らないのでホームランが多くなったり、トップして低い球がピュッと出てしまうということが多いんです。で、それを怖がると今度は逆にちょこんと当てるだけになって、そうした時にバンカーから出なくなるということが起きてきました。そのためにこちらのウェッジを僕は買ったわけです。一方、もう一回話はこちらの DK40 に戻るんですけれども、本当に使いやすいです。いくら打っても打ち込んでも、本当にダフりません。実は僕これ、ゴルフのですね行った時に、アプローチの練習場で、友人にですね撮影してもらったことがあります。で、思いっきりカメラをですねボールに近づけてもらって、これで打った時にですね、映してくれた人がものすごいダフってますねと、手前を打ってますねと言うんですが、それでもダフってはいるんですが全く、ボールをきれいにすくってくれてます。ダフりでちゃっくりみたいな刺さるようなことが全然起きません。それがまあ、このタンクソールというところの効果なんだというふうにホームページには説明しています。またたくさんの動画も出てるんで、そちらもご覧ください。いや本当に、こちらを買って、アプローチが、少し上手くなったかなっていう気がしているところに、バンカーが今度は、トップしてしまうという悩みがあったために、この新しいクラブを、先ほどの新しいクラブを買ったわけです。こうして、ウェッジが3本の体勢になりました。もうこちらの52度のアプローチはですね、70ヤード、80ヤード、90ヤード打っていくときに、主に使うように、なっていまして、そしてグリーン周りではこちら14の TK40、 そしてバンカーでは新しく買ったクリーブランドスマートソール4、こちらを使い分けていくという体勢にしたいと思います。次のゴルフが楽しみです。結果また報告します。今日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではどうも次の動画で。